ティエラ・ワックに3年間通った。ベンジャミン・ラッシュではボーカルを専攻し、白人が多いクラスの中で数少ない黒人の生徒の一人であった。ワックは苦労しながらも校長先生を説得し、天使にラブソング鬼のフィナーレを学校のボーカルショーケースで演奏し、ラップを披露。15歳の頃、ディズル・ディズの愛称で親しまれていたワックは、フィラデルフィアのアンダーグラウンドミュージックグループ、 ウィーランザ・ストリーツによる2011年のフリースタイルビデオに母親に勧められ出演。まだ10代であるにもかかわらず、フィラデルフィアではディズル・ディズとして名を馳せることとなった。その後、複数の楽曲をリリースしたが、数ヶ月には鬱病を患った。ワックは高校を卒業するために母親とフィラデルフィアからアトランタへ引っ越す。アトランタでは洗車場で働き、貯めた資金で、 マックの PC を購入、音楽のレコーディングを始めた。PC には約2年分の音楽が詰まっていたが、誰とも共有することはなかった。後に、ワックは家族をアトランタ残してフィラデルフィアに戻ることとなったが、3ヶ月間ホームレスになり、友人の家を転々とした。2015年、ワックは10代の頃から知り合いであった。 サウンドエンジニア兼音楽プロデューサーのケネテ・シムズとフィラデルフィアで再会しミキシングを学ぶ。2017年、彼女はインタースコープレコードと契約を結んだ。2017年3月、トージャム、シット・ハブンズを含む3つの楽曲でティエラ・ワックとしてデビューした。2017年10月、ヒップホップシングル、ムンボ、ジャンボをリリース。また、 同年にフライングロータスとツアーをした。デビューアルバム、ワックワールドは2018年5月30日にリリースされ、ワックは自身のインスタグラムで各トラックをショートフィルムと共に公開した。アルバムに収録されている全15曲がそれぞれ約1分という珍しいフォーマットが多くの評論家から賞賛され、ピッチフォークからはベストニューミュージックに選ばれた。 現代のミッシーエリオットと呼ばれることも多々あるワックはミュージックビデオの創造性と奇抜さで高い評価を受けており楽曲ムンボジャンボは2019年グラミー賞のベストミュージックビデオにノミネートされた2018年10月、ワックは長期にわたる芸術的なサバティカル休暇のため東京を訪れた。ワックは 2019年2月19日から5週間にわたって週に1枚のシングルをリリースするワックヒストリームースシリーズを公開。この間にシングルオンリーチャイルド、クローンズ、グロリア、ウェイストランド、アムエンプロイドをリリース。これらのトラックがアルバムとしてリリースされるかはまだ明らかにされていない。ワックはフライングロータスの楽曲イエローベリーに参加したこともあり。 あとに2019年6月20日に XXL 氏の2019フレッシュマンクラスのメンバーの一人に選出された。2019年に開催されたコーチェラ、プリマベーラサウンド、ロラパルーザ、オシアがオースティンシティリミッツミュージックフェスティバルなどのミュージックフェスティバルに参加。楽曲アンエンプロイドはサッカーゲームフィーファ2にフィーチャーされた。 2017年のシングル、ムンボジャンボのミュージックビデオは2019年グラミー賞のベストミュージックビデオ賞にノミネート。2020年10月、ワックは2020年初のソロシングル、ドーラをリリース。同年11月18日、楽曲、ペッパーズオニオンズとフィールグッドの2枚のシングルをリリースした。また、楽曲、ペッパーズオニオンズと、 フィールグッドで2020年のアップルホリデー CM ザ・マジック・オブ・ミニに出演している。2021年4月のシングルリンクのミュージックビデオはレゴグループのリビルド・ザ・ワールド創造力が世界を変えるキャンペーンの一環として制作された。ビデオ制作に先立ってティエラ・ワックは子供たちと一緒にレゴブロックを使って様々なものを作ることでインスピレーションを得た。 リードアーティストとして、トージャムチャイルドプリーズシットハップンズムンボ、ジャンボハングリーヒップオンリーチャイルドクローンズ、グロリアウエストランドアンエンプロイド TD、ドーラペッパーズアンド・オニオンズフィールグッド、フィーチャーアーティストとして、プル、アップオニューコピーキャットメックス7ナナ。ありがとうございます。